僕が6丁目なんですよ。あ、そうなんですか。親父が病院やってるんです、森山病院っていう。あ、看板見たことあります。田所さんとはいつから付き合ってるんですか。付き合ってなんかいません。今日たまたまお茶屋さんで一緒になっただけです。そんな向きにならなくてもいいじゃないですか。お宅は。あ、八幡様の近くです。家はおでん屋なんです。おでん屋さん。ええ、三角ってお店です。へえ、じゃあ今度食べに行ってみようかな。ええ、ぜひ。あ、じゃあ失礼します。